どうする、やばい、重たくて全然繋がってくれないんだけど、どうしよう、え、どういうこと、なぜなぜなぜ、え、どうして、え、どうして、どうして、ね、どうしてこの Wi-Fi、 携帯が悪いんかな、悪いかも、え、でも今こっちの携帯でデザリングしてるからあれなんだけど、あ、戻った、なになに、何いる、何何何、ループって何、どこループって何、どういうこと、やばいやばい、ちょっともう一回、これが前の Wi-Fi 終わってるぞ、 Wi-Fi じゃない、何が終わってる、でもこれできたらできるはずだよね、そうなんですよ、なんでだろう、あ、待って、これ残り少ないんじゃない、何が少ないの、使えるギガ、ギガの話、でも今使ってないよ、こっち、え、なんで、わしの携帯かな、え、マヤが繋がらないの、そう、マヤが繋がらないの、そのマヤの携帯繋がらないんですよ、なぜか繋がらないの、ちょっとタンマタンマね、でもこっちが動いてるから、とりあえずね、こっちかけますよ、とりあえず、なんでだろう、ちょっとだから Wi-Fi がね、繋がるとね、ならないんですよ、ええ、何の音、何の音、怖いんだけど、こっから進まないの、ね、マヤの見えてないですよね、だって始まってないもん、見えてないですよね、え、どうしたらいいんだろう、何、私なんかした、本当になんかループするな、ここも、なんか他の人もあれかな、もしかして今の今ショールームあんま良くない調子、ショールームの調子どう、他の人の、あ、来たんじゃないこれ、いけいけいけ、来い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 、お願い頼む、あ、こいつだけなんか頼ってるよ、頼んでる、頼む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 、何何が問題なの、こんなに、あ、あ、来たんじゃない、おおおおお、来たんじゃない、ずっとって何、これどうしたらいい、あ、オッケー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 、いいんじゃない、いいんじゃない、でもここは別にあってもいいです、いい、このままで、うん、ミュウさんが見る、え、これ終わったわ、え、嘘、ダメだった、今点が見えたぞ、え、でもさ、通知来たよって、見えてんのかな、今通知来たって、見えてるの、みんな、ほら、あ、やばい、違う、違う、何が問題なの、何が問題なの、じじじじじじ、始めたい、ただ処理をしたいだけなのに、配信してる人のデータが割れると無限ループするって、なんだろう、無限ループってなんだろう、ショールームの問題ではなさそうらしい、何これ、私何が問題なのね、弱いんじゃ、でもえ、めっちゃさ、これもあるし、めっちゃ普通に Wi-Fi、 え、もう使う、1時間って何ギガ使う、なくなるんだろう、何月、月末終わり、もう明日、あ、じゃあじゃあとか言っちゃった、あ、来たんじゃないこれ、もしかして暗闇だった、真っ黒やで、だって行けそう、これで1時間で 1G、 あ、いいじゃん、あ、いいんじゃない、これで1時間 1G、 行けたんじゃない、始まったんだよ、やった、始まりました、やつだよ、始まった、お待たせしました、よかった、最近さ、クマとのコラボの時でもなんかスマートに始まらなかったんだよね、スマートフォンのはずなのに全然スマートじゃなかった、ゆずまや配信第何回目、19か20、あ、20回やったんだ、だから21かな、じゃない、だよね、ハッシュタグだっけ、ハッシュタグなんてついてないから、リズム配信ピロリン、第21回ピロリン、第20、リズム配信、つらかった、ここに来るまでが長かった、長かったな、つらいつらい、第21、回目、回目、え、オッケー、なになになに、待ってたよ、わらわらわら、よかったよかった、おめでとう、確認してくる、今はよくよ、初見です、あ、出た出た、初見ですって言って初見マークがついてないやつ、そう、ついてないの、なんなんだ、最近おもろいよね、みんな、そう、クマとのやった時ね、16分かかったんだ、始まるまで、うん、始まるまでに、今何分、10分くらいで、オッケー、申し訳ない、いつもうちらってそうちゃんと始まんないよね、そう、ちゃんと始まんないの、まあそれがこちらかなみたいな感じで、あ、
いつまで買われて、なんかマスク効果がでかいかな。そう、マスク効果が本当に高いんですよ。本当に困っちゃう、マスク可愛すぎて無理、ね、マスク姿の自分マスク可愛すぎて無理だよね。なんか前のインスタにも遅くない、なんか、うん、なんか最近のインスタグラムのマスク登場率の素柄本当にやばい。え、それな、しかもなんか白く飛ばしてくれる、その代わりマスクが白飛びしちゃう。21回目記念日、そうです、マスクさん見たよ、ありがとう。名古屋も今度何週間か遅れてあるよね。めっちゃ遅れてません、バズリズム。うん、1ヶ月ぐらい遅れかな。遅れますよ ね, ね、定型文どうやって買うか分かんないんだよね。ちなみに定型文って何ですか。やばいぞ、あれあれ何あれ誰なんかあれあらあらあれ、もしかしてスペシャルゲスト、あれ21回記念日違うだって、なんか開けたらさ、なんか聞き覚えのある声がさ、流れてくると思ったここがやばい、ゆずさんファンでめっちゃ近くにいたわ。やばい、痛い痛い痛い、飛ばないし、入る、飛ばないし、入る、飛ばないし、いいよ、あ、あるじゃん、ちゃんと1時間ぐらい、うん、入る、あ、入る、もうちょっと、もうちょっとそっちの方が入るかな、ね、椅子向こう。ねえねえ、ストーカー来たって言ってるよ、大丈夫なんだってストーカー来たって言ってるけど、大丈夫そう、許さん、ね、これ入るかな、え、入ると思う、入れてみよう、いいよ、もうなんか入れないよ。21回記念日、21回記念日だよ、ゆずさんが映っとらん、おもろい、いいよ、なんか来たウケる、おもろい、ウケんだけど、歯茎守り隊が来てくれた、よくわかったね。だって2階にゆずさんのカバン置いてあったんだもん。あ、そう、置いてあったから、トートバッグ、あそこ、いやもう明日にあるけど、だから今日の配信はここでやるんだと思って、やばい、めっちゃ見られてる、バレた、バレた、バレた、勇気の癖のあるトートバッグね。これ癖ありましたっけ、そんな黄緑のがついてる、今めっちゃ癖あるよ、多分ゆずきしかわかんないと思う。あ、ほら、あ、そのね、そのキャラクターの癖あるのね。はい、ほら、ゆずきので、なんかキャラクター増えてるし、そうだよやばくない、これめっちゃつけて、こんな勇気しかおらんやろみたいな。でもバッグ これはめっちゃそう、身に覚えある。そうそうそう、そうです。クセあるのか、そのキャラクター感クセある、そう、クセのあるやつ、そうそうそう。え、初めてじゃないですか、ゲスト、ゲスト、こんなやってんのにちゃんと、あ、突然、間違いない、間違いない、マジ初めて、間違いない。なんで3人っていうのは、あの、そう感じたらしい。3人、そう、今日なんで3人って、なんかストーカーしてきた、ストーカーしてきた特定班してきた、特定班組み合わせの癖よ。だってゲスト電話以外のゲストは初めてじゃない。だって、あ、でも一回さ、うん、ゆず前にさ、あ、ナッキーさんたちいたわ、一回呼んだよね、地雷メイクした時だっけ、うん、あ、違う違う違う、2回目のゲストだったわ、2回のゲスト一回めっちゃ忘れてる、ちょっと一回ありますよ、あ、いっちゃうそれ、ライブの後だよね、いたわ、近いやんも来たとき、あれ、いました、え、だよね、近いやんも後から来たとき、あれ、何のライブだっけ、エコパ、エコパ、あ、そうだ、何忘れてるんですか初めて出て、もうさ、3回目もうゲスト結構これ4人もいたし、そうだよ、その顔しかいなかっためっちゃおもろいよね、そうそうそう、記憶力が、そう、サプライズゲスト、いや、うちらにとってもサプライズだよね、めっちゃ、うん、サプライズだった超サプライズゲストだった、そうだよ、なかったことにされてるゲスト、やばくない、でもあっちかこっちか、だからドアのところにこうやってびっくりした、普通にストーカーいや、これはマジでストーカーじゃない、これは一回ちょっと審議だよね、ガチのストーカー、これは一回審議だ、めっちゃおもろい、ウケる、これがガチのストーカー、ストーカーの人がやること、あと上じゃないもんね、はい、上じゃないと思ったらこうなるよね、確かに、いや、おもろいな、マジでおもろい、マジですごい探偵やん、怖い怖い怖い掘れば掘るほどストーカーやってる、うん、かほちゃんだ、かほちゃんファンも来てくれてる、ありがとう、新たなるさんじゃないだね、今日、そう、今日はね、え、かほさんじゃないよ、あ、じゃない、ゆうき、怖、今日ロッキー今日じゃないですか、もう帰るだけです、帰る帰る、1回行って、うん、1回、1回まで行って、うん、また上がってきました、それは何だよ、ツイッター見て、1回会ってこうかなみたいな、うん、なんか今日、うん、1
7時からだったんですよ。あ、はいはいはい、だからなんか確かに、ね、終わる時間確か配信7時台だったよな。ショールーム開いてそしたらこれはここだと思って、はいはいはい、背景でわかるしな。ここの角があるのもこっち。めっちゃ考えられてる、鑑定してる。超鑑定されてる。ほら、一回高校で時さ、なんか大人かと思ったでしょ。一緒。やばいってなって。一歩使っちゃダメって思って。開けた瞬間この声聞こえてくるからね。聞き覚えある。聞き覚えある。あれ？これさっき喋った話が聞こえてきた。目の前にストーカーいる。しかもね、満面の笑み。マスク越しでも分かる。ここでこうやって怖い。ここに今絶対あれじゃん。絶対絶対。ここインターホン言うべきだよ、本当に。携帯で実は撮ってたやつみたいな。やばい。カメラみたいな。撮ってませんとか言って実は撮ってたんだ。それね、おもろ。おもろすぎだろ。やば、あの、そういえば、ここに買ったもの買っちゃう。そうだ。あれでなんか落とすなと思ったらやばい。このまま東海ラジオでついてきたりして来るか、うん、ちょっとするわ。ちょっとそこまで行かないで帰ります。ちょっとそれ帰ります。自分にしちゃったわ。うん、それはね、ゆずさんじゃなかったちゃんと。たまにね、受ける。でも一回さ、なんだっけ、クリスマスの時にさ、最後まで待ってくれようとしたよね。そうなんですよ。プレゼントかなとかって、プレゼント渡したくてずっと待ってたけど、さすがに終電なくなると思って遅すぎて、ゆず気が悪いね。帰りましたもん、終電。そう、なんかクリスマス、クリスマス24日にあったのよ。あ、遊んでたってか、公演してた日。うん、あ、そう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 、にクリスマスしてて、あ、なんでしたっけ、ラジオの収録、そう、27夜だったかな、27夜のやつやってて、その前にかおちゃんとクリスマスしてて、うん、そう、それでその時ゆうきがプレゼント出してて、その後にそう、くり落としてたんだけど、なんかゆうきでたぶん5組目とかあったから、そう、遅くて、さすがにと思って、うん、終電なくなるね。さすがに帰らせたよね。さすがに5分やと思って、そう、帰らなくなるよって。そうそうそう、本当に出待ちですかって書いて、出待ち、やばい、ゆずきにも出待ちいたんだ。ちゃんと存在しましたよ。ゆずき出待ちいたのか。ちゃんと出待ちされてましたよ。それな、出待ちいた。 GPS 大丈夫かな。小銭入れましょう。レシーブ、怖い。燃えてるよ今。全員公開だったら今燃えてるから。三人燃えてるから。マジで燃え。やばい。カホのステージ。おまわりさんここですって。おまわりさんここです。呼ばなきゃ。おまわりさんカホやってるんで。やめて。やってるじゃん。一番やりたいやつ。一番やりたいやつ。マジ見たもん。なんかやばくない？あれ、あ、なんか案件の服とかに。あ、そう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 。あれ服の人、警察？あれ？警察のやつ。佐藤。おい、違う、あれが今一番やりたい仕事やと。でも一番しちゃいけなさそうなことしてるもん、うん、このキャラズ。こんなまんべん食ってるけど。燃えちゃうぞ。いや、もうタイムされちゃうぞな方ですよね。タイムしちゃうよ。されちゃう側なんだけど、大丈夫。こちらからさせてもろて、マジで。本当に嫌だよね。もう通報しなきゃ。通報しよう、通報しよう。とりあえず、セコミしてますか。セコミしてますか。なんだっけ、セコミしよう。なんだっけ、あれ。なんだっけ。なんだっけ、なんだっけ、もらったやつ。もらったやつ、なんだっけ。あれ、そうだっけ、あれ、ここそこ、あ、ここそこ、それだ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 、やんなきゃ思った。おまわりさんが張本人はどうしようもなし、間違いない。とりあえずこういう時は一回マネージャーに行った方がいいから。うん、そうだね、マネージャーに行った。なんか配信してたらなんかコンコンって来て、開けたら満面の笑みでなんか笑ってる人みたいみたいな、ちょっと危ないんですけど、盗撮されてますか、盗撮されてますか、何の話。しかもあっちにはみたいな、自覚なしで自覚ないんですよ、なんか否認してるんですよ。否認認めてくれません、容疑を否認してて。特殊詐欺だって。やめてもらって、やめてもらって。こんな言ってんのにさ、ちゃんとさ、うん、動画とかだとさ、うん、まずちゃんとしてダメです。そう、ちゃんとめっちゃ朝早くさ、なんか覚えてたのセリフみたいなやつ、うん、しっかりさ、鑑定覚えてんのに。そうなんだよね、やだ、本当に同じ人とは思えない。人格者かな。え、多重人格、多重人格かもしれない。いるよね、絶対。うん、残念少女。あ、あれだって、水着のグラビア見たよ、だってよかったね。え、見てない、素晴ら。ゆうきはまだ、だから出会えてない、その雑誌で。まだ、うん、そう、だから本屋さん行ってないからかな。送りますよ。お、え、持ってきてよ。持ってきますね、上にある。飾っときましょう、ね、飾っときましょう。どうしよう、どっか開けたら。
やだ、新種のやっぱストーカー、やることストーカー。やばいやばい、やっぱり根本変わってない、うん、気づいたらほら家の中にたまにプレゼント置いてあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、もうそれと一緒、うんうん、うちはあの家に届いたことあるから、もうだそう、やることストーカーじゃん、ほんと大丈夫、届いたことある、もしかしたら詐欺かも、新種の詐欺かもしれない、やばいやばいやばい、受け取りましたよねって受け取りました受け取りましたよねって言って来ちゃうかも、はい、お金請求、ストップ特殊詐欺そこはちゃんとできるんだよ、すごいわ、本当にすごい、面白すぎる、あ、菅原おじさんタイム、え、なんかメンバーのなんかグラビア見たいなって思うけど、うん、なんか上に今なくないですか、ない、ない上に、え、わかんない、みんな持って帰っちゃったかな、え、もうそう、みんな持って帰ってる、今あればね、うん、全然見てたのに、ないかな、言わせな言わせな、いや、言わせた、言わせたよなちょっと言わせちゃった、やっぱりこういうのはね、ちゃんと振っていかないといけないですから、ね、いい、ナイスな振り、うん、反応も良かった、うん、かすぐ行ったよな、BLT、BLT もいなかったよね、なかった、全然なかった、ゆりきの東海ウォーカーはあったよ、あ、飾られてた、焼肉のやつ、うん、飾られてたあれに、あ、見ましたよ、焼肉のやつ、ほんと、何で見たんだろう、食べたかったんじゃない、お肉、うん、え、うん、なんでだろう、何うんってなんだよ、焼肉食べてるなと思ったんです、そう、焼肉食べに行った、一人それめっちゃ前だ、めっちゃ気をつけてくださいね、危ないから、どう思う、危ない、どう思う、すがらの方がちょっと高いからね、引いてるから、こっちしてる、じゃないとさ、あのだってカホ消えないしか落ちてないけどさ、こっちだったらめっちゃ落ちてる、あ、ほんとだほんとだ、首上だけだもん、いや、特殊詐欺見えてない見せたけてる、見せたけてるやん、ストップ、特殊詐欺大事だよ、これ本当に大事なやつだからね、え、上ないのかな、雑誌ないかな、ないやつじゃん、え、ないかな、上誰も持ってないかな、ね、え、でも怖いもん、次開けたらまた満面の笑みで笑われたら、ね、次ドア開けたらゴン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 いるかもしれない、持ち方できたね、間違いない、ストップって言ってば言ってくれるから、うん、スタって多分、ね、めっちゃ言われるよ、明日オンライントークカホちゃんってストップ絶対絶対やるわ、絶対やってくれるの、明日明日絶対やってるもん、それな、まあ大変だな、スタカホのオンライントークか、ね、ごめんね、いやいや多分振られるでな、うん、きっと振られる、めっちゃ振られると思う、これ準備したもう始まった時おはよういい声、いい声、おはようやばい、今日も短パンですか、今日はスカートです、今日はスカートです、危ないわ、この二人足出してこんな寒い、大丈夫大丈夫、これ危ない、大丈夫大丈夫、今本当危ない、大丈夫だよ、全然大丈夫、コンクロイアス危ない、それな、それともおしゃれなアクセサリーつけてるな、そう、ブレスレット、うん、ブレスレットつけてる、最近ブレスレット欲しいなって思ってたからさ、うん、こういうワンポイントにいいね、ちょっとこうやってやるのが今流行ってる、ね、今流行り、デカめだね、デカめのバングル、うん、誰みたい、寿司の卵、やばいよやばいよやばいよ、ちょっと薄めかな、ちょっと薄めだな、ちょっと薄めだな、ちょっと欲しいな、ちょっと欲しいね、でもこれ流行りだからつけて、でも色めっちゃ、あ、ちょっとね、こうなったらもう卵じゃない卵本当だ、卵じゃん、卵いいと思います、いいリスク、わさび多いですね、わさび、え、わさびわさびわさび大量、大量溢れてんだよ、溢れてんだよ、倍なんだよ、倍なんだよ、セリかな、てんのよ、すぎる、怖い怖い、危ない危ない、ワンポイント引いてるね、オシャンティーデザイナーだって、そう、面白、ノリってほんとおもろいね、卵アクセサリー、うん、いいやん、うん、いいやん、すごい、キムチ、パイナップルの缶詰、待って、卵にわさびも入ってないって、あ、まあ、入れる人もいるかもしれないですよ、入ってないってなんか、あ、そういうなんて言うんですか、特殊なお寿司屋さんとか、あるよね、特殊なのね、特殊、ストップストップ特殊な反応が早いの、早かった、早い、ちょっとうちら、あ、ストップ本当に、やっぱ違うわ、いや、すごいな、仕事やるだけあるわ、やっぱちゃんと仕事を学んどかないと、じゃなきゃできないわ、その仕事、本当だよ、うん、でもね、今日前はなんかちょっと変わったね、うん、あのね、ニット着てね、なんかすごい特殊だね、ストップ特殊詐欺とか言うな、それじゃないよ、ごめん、仕事やりたいからレポートにしちゃった、ごめんごめん、やりたいもんな、やりたい、刑事のやつやりたいもんな、うん、なんかずっと言っとるよな、なんかずっとその何、警察も逮捕しちゃうぞって本当にできる、いや、それもやるときやるんで、やるときやる、じゃあちょっと一緒に連行
来てくれんで連行してもらっていいですか。連行されちゃう。連行されないんだこの人。今日は隠しまだ笑ってるけどいいけど、うん、これ危ないから、こういう人が一番危ないんだ。危ないですよね。そう、笑顔あるよね。そう、裏の顔がね、裏の顔が怖いよね。これで拒否った場合って何やるかも本当わかんないんで、やっぱこの格好してるんで、うん、そうだね。バーってやったら、バーってやったら、バーってやったら危ないんで、バーってやったら、バーってやったら、ちょっと危ないんでね。ドーナツ溢れちゃうから。そうなんです。危ないよ。足りるかな、ドーナツが。足りるからね。こうやってバーってるからね。ドーナツで足りるから、まあ大事なところは隠せばいけますけど。そうだね。いや、ちょっと、バー怖いんだよ。でもな、穴からちょっと出てたら困るからね。怖いね。ごめんなさい。ちょっとね、穴だけ開いてほしくないよね。ちょっと、ちょっと、ちょっと待ってもらって。お願いします、お願いします。どうしよう。危ないわ、本当に。桃森さん、真ん中の人です、だって。真ん中の可愛い子は誰なの？あ、これ佐藤かほちゃんです。です。警察してまーす。警察してまーす。どういうこと？警察してまーす。警察してますとは。え、何そのチェーンに。ドーナツ少しでいいよ。ちょっと怖いな。やばいね。やばい。やばい。笑いすぎてすがさっきからめっちゃマスクずれる。ずれる。それもずれるんだけど。それだよ。危ない危ない。困っちゃう。ドーナツ少しでいいらしいよ。うん。うん、警察してる？そうだね。警察監視役。あ、こうだ。やば、面白い。気をつけて本当に。バンってね、すぐ行っちゃうから。うん、やっちゃうからなんか調子が悪いやれって言ったら、いや前科ありだから、前科ありから、前科持ちの人だったの。前科持ちだよ。食べねえな、本当に。いつでもじゃないの。ねえ、てかさ、いつも思うんだけど、カホコートさ、着る時絶対立ってんだよね。あ、襟立ち？襟めっちゃ立ってるんですよ。襟立ちね。いや、これどっちかだけ立ってる。前もなんか、なんかさ、違う。あ、でもこれすごい刑事っぽいよ。あれ？あ、刑事っぽい。あれ？あれ？すごい刑事っぽくない？そう、ほら、おー、いいや、いいや、いいや、いるね、あの冬の時にこうやって傘持ってる。そうそう、いるいる、私服警察。いいよ、いいよ、いいね、ぽい、いいですね。でもなんかちょっとベイマックスみたいなね。え、ベイマックス、ベイマックスだ。いや、ベイマックス好きだ。牛刀だけ、シンベテだっけ。うん、なんだっけ、なんだっけ、それオラフじゃん。あれ、あれ、あ、そうそうそう、なんだっけ、あれ、守りますみたいなやつじゃなくて、僕は友達だっけ。あ、友達だね。あ、友達、うん、友達、そう、E.T. いや、E.T. はね、もう言ってなかった。あ、ごめんごめん。E.T. だ、だけ、だけか。じゃあいい。ナウシカ？ナウシカ？あ、え、ナウシカ？ナウシカ？ナウシカなんて来てる。誰ナウシカって言った人？ブックスよ。怖い。怖い。怖い怖い。今ちょっとゆずさんがすごい怖かったもん。すぐブックスよ。通報にしましょう。あ、そうだそうだ、通報。怖い怖い。なんか自分たちが分かんないこと言ったらすぐブロックされるって怖い。通報されるの怖いよ。通報するよ。すぐ言うから。怖い怖い怖い。今危なかった。あなたの健康を守りますって言うらしいよ。ああ、なんか見た目が好きなだけあんま映画の内容知らない。うん、分かんない。新見さんにそっくりってことしか分かんない。ね、まあ確かに言われよくない？にーみさんだって。にーみです。にーみです。のしのし、怖いな。コンコンコン、はい、コンコン、失礼します。入っ、はい、てもいいですか？にーみです。かわいそう、こんないないところでネタにされて。これ見てるかな。絶対これ知ってんのさ、メンバーしかわかんないの。わかるかな、みんな。みんなにーみさんって知ってる？にーさんってはいる？いや、にーさんだってスタンプになるぐらいです。そうだよね、にーみーです。あ、でも知ってる。人はわかるだって、うん、人はわかるって言っても何の、何の意味？多分こういう、なんていうの、ネタに、なんていうんですか、にーみさんの口癖みたいなのは知らないよ。あ、めっちゃ知ってる、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 知ってるだって。へぇ、やっぱ有名人だってでしょうね。スタンプの方だ。やばくない？スタンプの方ってやばくない？あ、そう、スタンプの方、正解。え、にーみさんのスタンプ持ってるらしいよ。お揃いじゃん。あ、おい、にーみどうなってるで有名なもんね、確かに。それ何で有名なんですか？あのさ、パチンコのゼブラの、あ、そうそう、ゼブラのやつで。あれ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 、キンキン。懐かしの、懐かしのじゃん。もう終わりましたけど。あ、ね、思った。ピンクだよね。ピンクです。ね、あの時髪の毛長かった気がする。あの時可愛かったな。あれあれ、今も可愛いけど、なんか可愛さの方向性変わったよね。あれあれあれ、それはやばい、叩かれちゃう。今のところカットしないと叩かれちゃう。編集点作ろう。やばい。
長い時もあったよね。ね、長かった。今もね、可愛いもんね。あの時から。あの時から可愛いね。あの時から可愛いよね。そうだよね。間違いない。懐かしい。あったな。なんかさ、同い年だからさ、なんか自分がさ、パチンコとかをさ、するさ、年齢になったんだって思った、カホがなった時に、うん、ユキとかカホがなった時に、あ、もうその年代なんだ、ユキもかユキ、黄色だったっけ。黄色です。あったよね、思った。でもしさ、自分がやるなら何色。え、何色あった。赤、青、緑、黄色、紫、オレンジ。オレンジ、オレンジもあったね。なんだっけ、あれ何、どうする。何、青。あれ今言った。ああ、言った。ああ、何の紫。もう言った。そのもんじゃん。赤色言った。言った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 。その黄色はすぐに卒業するって言われていたって。黄色、黄色、黄色。カノンさんで黄色。ピンクでしかないよね。うん、カノンさんが黄色だと思った。そこに私思ったんだ。一緒になって、カノンさんと、うん、同じ時期になって、うん、で、そしたらゼブラってなると卒業発表するってあるじゃないですか。ああ、え？ゼブラになると卒業発表が近い、近いっていうかすぐしちゃうってなって、はいはいはい、なんかジンクス的なことね。それでニーミさんがゼブラ担当だったから、あ、それで、それで言われてた。あ、おい、どうなってんだって。あ、はいはいはい、なるほどね。で、カノンさんが辞めちゃってユキさんになりました。あ、なるほどね。なるほどね。すげえ、そう、ジンクスがあったらしいよ。え、白と黒もいたんだって。え、だいぶ昔だよね、絶対そうだよね。初期系、うん、あ、アイリーさんがデザインしたのもあった。そうなんだ。すごい。知らなかった。でも全然そういうの回ってこなかったな。で、マヤはグリーンって書かれてたよ。グリーンいなくね。グリーンだったんだ。ランランさん、あー、そうだ。なんかこれぐらいの方じゃなかった。なんかさ、ランランさん明るけど、やっぱランランさんも緑のイメージある。な、ね、なんか明るいイメージがある。確かに確かに。紫、紫誰だと思いますか。紫、タリ。あ、タリね。ニーターよ。タニさんもいた。タニさん、そう、ニーターがなんか配信の時に行かなきゃいけないの。なんか前の案件で遅れてって、うん、でゆうきがそのなんか仕事が一緒だったから同じ車で向かってったのよ、うん、で、ニーターを置いてゆうきがもう戻ろうと思った時に、うん、ゆうき、楽屋、なんだっけ、スリッパで来てた、そのまま。ウケる。そう、やばい、スリッパで来ちゃったってなって、うん、そのニータをそのゼブラの配信の現場に送った後、わざわざニーミさんがそう戻ってくれて、靴持ってスリッパ、そうで、スリッパをニーミさん片付けてくれた。事務所までやばいよね。難しかった。そんなことあったわ、そういえば。ねえ、タニーパンアップル、マイコさんが青でしょ、うん、赤はえ、めっちゃミキさん、ルンさん、うん、レンさん、ミキさんってどう、何色？ミキさん？もっと赤？あ、もっと赤なのか。めっちゃミキさんの時代では止まってる、すごい。結構前だね。ルンルン、オレンジ。オレンジ？オレンジ？オレンジ？他にいたっけ？え、マイさん？マイさんピンク？マイさんピンク。オレンジ忘れちゃダメですよ。え、まだいる？いますよ。あ、菅さん。あー、オレンジのイメージな。赤だわ、うん、え、赤のイメージかな。菅さんの前は誰？オレンジ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。あー、誰だろう。あ、じゃあ結構前から菅さんもやってたんだ、うん、そうですね、ずっと。結構長い、長いですね。私が入る前からオレンジだから一緒ぐらいかと思ってた、タイミングが。みんな、すげえ、奥は、あ、小春さん。へぇ、めっちゃイエロー。あー、やったね。すごい、確かに。なんかうちらが入る、ゆずきが入る前からもやってたから、もう高田さんとかがやってたから、あーあーそう、あー、うん、そう、なるほどね。そうそうそう、だからね、結構ずっとなんか続いてたなと思ったけど、悲しいね。なるほどね、なるほどね。懐かしい、懐かしい、懐かしい。こんばんは。可愛い、急に可愛いだって。ありがとう、絶対これは正解なんでしょ。急に可愛いだって、やば。あの収録って意外長いなんて。長い、長いです。長そう。早かった。2時間半ぐらい。めっちゃ撮るじゃん。え、そうだ。
で、なんか2人で、もともと2人で対決してって感じだったんですけど、うん、どっちか一方はもう1試合やるんですよ、前半やって後半とか午後も。へぇ、2個取る、あ、日本分、あ、はい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 、はい、日本分、日本分取るってなったらすごい長かったです。なるほどね。え、そんなにパチンコってそんなすぐ決まるもんじゃないんですよ、うん、結構長いよね。めっちゃすぐ決まるものかと思ってた。確かに長いらしい。10分ぐらいで終わるのかと思ってた。パチンコってそのはずだからそのはずない。めっちゃ長いです。え、収録は長いけど、収録はファンもいけるの。会いました。あー、なるほどね。うわー、じゃあそういうのは悲しいね、なくなるの。確かに見れるやつは当たらない。当たらないって誰かが、そういうことか。お店の中、お、え、お店座ってる人、収録見学はお店の中、中田に狭い。あ、そういうこと、え、どういうこと、どういうこと、わかんない。一緒にやるの、うん、あ、でもやってる隣に座ってたりとか。あ、普通にいるんだ、うん、なるほどね。すげえ、ホールで見学できたらって、すごいすごい、うん、いいなぁ。そういうの欲しい、いなと思ったよ。なんかそのレギュラー的なね、いいなぁ。今はボート、あ、そう、ボートレースな、今回いないからな、ゆうき。こっちだわ、こっち全然合わないのよ今日、今は平和、そうだね、平和島あるもんね。楽しいよね、いつも朝早いけど、うん、あ、でも今は配信なのか、配信なのか、早かったね、早かったですね。この間撮ったな、先週 17? 17か、確かに、思った思った。関東、最初の方は名古屋のイベントできない。あ、そうなんだ。何これ、あ、それ何それひどい、ひどすぎる。競輪、競輪、競輪って何ですか。チャリ、あ、自転車、チャリできた、チャリできた、チャリなんだ。見たよ、ありがとう。チャリって言うとそういうのばっかしか思い浮かばないそういうことしか思い浮かばない。チャリできた、あ、チャリできた、21歳マジでチャリできた、みんな知ってるよね、うん、チャリできた。え、ってゆずきが中学生、小学生の時にでも流行ってたり、それ、うん、多分そうなんだ。懐かしい。だって、あれ、ゆずきだって、はい、ゆずきです。わかんない、こっちあんま落ちてないですよ。あ、ちょ、マジでこっちでコメント来た。嘘、うん、ゆずさん、カホです。エロタンって書いてる、後ろはエロタン。え、あだ名変わった、うん、初見なんだけど初見、あ、初見さんか、うん、どの人ですか。そう、後ろはエロタン。あ、通報しよう。ひどそうだ、やめて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 あげて。通報のネタ知らない人だからすぐ、そうだよね、そうだよね、通報しちゃうよ、本当に、すぐ。あの、ちょっと自分たちと思ったこと言ったら、もうすぐ通報する、すぐ通報してくる。でも、通報しようって言って、あの、公開通報したことある。あ、私、すごい思いますよ、本当、はい、あった。え、私、消え去るの我慢しちゃう。あ、すごいね、翔太がいなくなるの、うん、あ、そうなの、なんか見えてないふりして。なるほどね。え、何も言わずに時もあるよね。で、終わった、いなくなって、通報した後にみたいな最近増えましたよね、急に。増えた、おかしい人、増えた、おかしい増えた、おかしい。でもなんか僕にとってはそれが普通なのかもしれない。あ、そうだね、まあ、多分何気ない一言、定期分なの、多分それ。そう、定期分、うん、その人にとっての定期分じゃない。何気ない一言なんだろうね、何も気にしてないんだろう、ね、そう。でもこ、逆にこっちでコメントでみんなが言ってくれたりするときは、たまに通報したよとか言うとか、無視していいよみたいなね、うん、優しい、優しい人もおる、ちゃんとしっかり、本当に。変なのは、でもさっきの人たちは本当に別に変な人たちじゃない、ね、だからそう、本当にごめんなさい。さっきの人たちはもう普通に、本当にエロタンでいいよいいんかい、もうネタで言ってたんでね、皆さん通報しないであげてくださいね、エロタン、エロタンらしいです。ウケる、うん、ミーヨだから呼んでいいよ、うん、好きに呼び仲間のこと呼びな、何でもいいよ。めっちゃショールームでエロタンさ今日エロタン何してくれんのバン、あ、こっちか、得すぎ得すぎ、面白い、面白すぎる、真面目な、うん、見えない、こっからじゃん、真面目なまやちゃん推し、真面目なまやちゃん推しだって。じゃあ真面目じゃないときは大丈夫、待って、大丈夫そう、え、大丈夫そう、問題ありじゃない。ええ、どうしたらいいんだ。えとりあえずスーツ買ってくるわ。真面目なら真面目リクルートスーツ買ってくるわ、一旦おもろ
旦買ってくるよ。歯茎守った、歯茎守ってる、やめて、歯茎じゃないの歯茎だけじゃないのコロナからね。そうだよ、そういう冗談が分かるとないけど、それな、分かるじゃないとね。うん、うん、でも本当にこの人冗談で言ってんのかなって。え、一回さ、なんだっけ、水回りした時にさ、あったあったうちらでした時にそう、なんかえ、あのメンバーが卒業発表した時で、あえても触れなかったの、うちらは。そう、なんかちょっとなんか暗くなっちゃうなって思ったし、うん、今このタイミングで触れることじゃないなと思って触れなかったら、うん、なんかなんとかがやめたのみたいな、てかなんとかのせいだよみたいな、あ、そうそうそう、ゆずきのせいだよみたいな感じで、そう、マヤのせいだよ、どっちも書いてあって、うん、で先にでもゆずきに来たんだよね、だからやってんじゃなかったっけ、いや、菅原がいて、こっちだっけ、あ、こっちも来たのか、そう、こっちにも来てみたいな、で、やばいみたいになって、でゆずきがブロックっちゃって、でも菅原は、うん、この人やばい、おもろいおもろいと思って泣いて、そう見てたら前のところになんかゆずきにブロックされたんだけどごめんねみたいな、やっぱいたらどうしよう、ここにいたら、見てたらその時もあったね、久しぶりそう、いた、それもあって、めっちゃコメントすごい、すごい見てたもん、でもね、あ、来た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 、みたいな、ゆずきが、ほんとやん、めげんなと思ったけど、なんか、あや、なんかそう、めっちゃ謝って、謝ってたよね、ごめん、ブロック解除してみたいな、あの、本当になんか冗談で言ったんだよみたいな、ゆずさんはもう、いや、そういうのって本当言っていいことと悪いよ逆にこっちが冗談通じないみたいなまあでもあの人は悪かったね、ちょっと言ったよね、言っていいこと、言い方がね、そう、言っていいことと悪いことがあるから、そう、ね、でもなんか解除の仕方分かんなかったから、そのまま、そのまま放置そのまま放置してた、そう、でもちょっとしたら治るらしいですね、通報も一時的にいなくなるだけで、あ、そうなんだ、へ、なるほどね、向こうに出るらしいですよ、受診されましたって、できません、そっちの方がいい、すごい、すごいね、考え、生き方改めた方がいい、いや、ほんと、あ、一回それ出たら改めた方がいい、自分が、あ、何したんだろうって、今人を傷つけたなっていう、そう、生き方改めた、自覚をね、した方がいい、そう、詳しい、あ、そうなんだってみんな言ってる、知らなかったんだ、うん、なんでそんな詳しいの、なんか、されたことある、されたことあるもしかして、え、してしてしてするわけないでしょ、もしかして、するわけないでしょ、ゆずさん、あの時ひどかったやっとらんかな、もしかしてかほちゃんやっとやっとらんかな、あ、ファンからの通報も多ければみたいな、うん、そうなんだ、そうなんだ、へえ、出るんだ、知らなかった、まあでもここら辺の人は基本したことないから、基本したことないから、うん、みんなわかんないと思うんだけど、一回誰かしようか、やめてやめてあげて、誰かしようか、かわいそう、リコーフでもいるんじゃないですか、リコーフ一回一回しようか絶対しないけど、え、ほら解除、そうだよね、でもされたら認知もらいますよ、確かに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 できるよやば、みんなやめて嫌な体験、間違いない、それな誰も見れ、あ、そうなん、誰も見れなくなるんだ、え、でもファンのからの通報なかなかみたいなし、なか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 、なんて書いてあったんだろう早かった、なかなか反映されないみたいな書いてあった、あ、そうなんだ、へえ、通報されててもどうなんだろうね、自分のとこなんてされたルームは見れなくても他のルームは見れるのか、そのルームを見れないのか、どうなんだ、配信は見れてもコメントできないとか、どうなんだろうね、だから一回経験者必要だと思うんだよね、かわいそうかわいそうかわいそう、絶対この人質にはなりたくないそれね、大丈夫、しないから、しないけどいいけど、コメント、コメントがしか、ん、コメントしかできないだけ、あ、コメントができないだけで配信を見れるってこと、うん、そういうこと、まあ好きなだけ見たらいいよ、うん、コメントはせんでもな、うん、コメントが欲しい場合もあるからな、ちょっとあれだけど、いや、全然アンチコメントとかいらないですもん、確かにいらないよね、うん、全然いらない、変なのは通報してるよ、コメントできなくなる、あ、そうなんだ、解除できるならやってみたって、知らないよね、だから分かんないみたいな、解除の仕方が分からないんですよ、解除の仕方分かんないから分かんない、でたまに勝手になんかさ、ポッてさ押しちゃってみたいな、うんうんうん、え、たまにある、そうなっちゃう時はめっちゃ焦る、なんかさ止めて昔のねスクロールしててね、ペッてなってペッてなって、それは本当にごめんねって言うけど、そんなね自らやることはない、そう、ミスはハイリスク間違いない、実験でなろっかなって、並んでよ、せんからえって、もしゆずきがなんか気に障るようなことするんだったらするけど、今のところしてないからしないよ絶対、うん、本当にコメント制限は何コメントしてもコメントってなるらしいよ、
だって。どういうこと？みんな怖い、急にコメント。コメントしか怖い怖い怖い。前めっちゃブロックした今。何？どういうこと？どういうこと？コメントどうなんだろう。何ができなくなるでコメントとかじゃない？ああ。分かんないけど。なんだろうね。この話そうだね。マヤにやられたことあるけどイケてるだって。いやイケてはないと思うよ。素晴らしい、めっちゃして記憶ないんだけど。イケてはないことあるけど。勝手になる人いますよね。なんでだろう。でもマジ素晴らしい、本当にマジでアンチって思った人しかやったことないんだけど大丈夫そう？じゃあ多分あれとか運営の人とか。ああ意外と見てるもんね。見てますよね。運営の方は多分見てるから目についたらアウトなるんじゃない多分。勝手になるのはファンの人からとかかもしれないね。ごめんね、スガルコメント、ブロックした記憶ないけど大丈夫そう？キャイン。スガルが大丈夫じゃないもしかして、かもしれない。でも、まあ。視聴者通報もあるかも。何が通報されたら何書いてもコメントしか出ないって。コメント聞いた。嬉しい。今日あなたの笑顔は桜が咲くようにとても美しく見えます。マジか。やった、嬉しい。やったな。どこだろう、桜。嬉しいな。リズムがイケてるって。このストーカーもイケてますイケてるストーカーだよ、パンチ効いてる。ジュンヤミのアカウントで時間があったのを運営さんチェックしてました。問題があった。リズム配信は健全だと思っていました。って健全オブ健全だよね、キングオブ健全。あ、大丈夫そう。今日ちょっとちょっと何回かちょっと危なかったけど、何回かこう危なかったけど、バンバンバンみたい。でもまだバンされてないんで。確かに。まだ選手。確かにバンされたら。もう一回ぐらいやっといて。やばい。本当にやばい。危ない。そしたらやばいね。二つともなくなっちゃう。急に戻っちゃう。どっちが見るだな。かも全然いいって。今日ノリノリがめっちゃ。ノリノリじゃん。やっぱ。持ってるわけ。実物いるからちげえな。キレが違うな、いつもと。キレが違うわ。一緒に公園出た時とかのトークのキレが全然違うよ、顔。それな。ほら、強いわ。夏希について語る健全なルームで、それな。この間、夏希か、夏希かで、そう、蒲田夏希の。ずっと喋ってたんだって。気になる。どっちだと思う？蒲田夏希か、蒲田夏希か。どっちだと思う？夏希。でしょ？夏希。でしょ？でしょ？なのに。夏希さんは夏希っていう。そう、蒲田夏希ね。だから違うよって教えてあげたの。うん教えてあげたよね。そう、教えたけど、夏希さんはもう夏と月がまず違う文字だから、そう、夏希だよって言ったんだけど、絶対に夏希だよ。しかも自己紹介もなんか夏希って言ってる時と夏希って言ってる時があって、月があれって思って聞いたの。へえ。いや、夏希だよって。じゃあ夏希って言った日は何ってなって何の違うなのと思って言ったよね。本当に意味が分かんないと思って、それで、うん、あの結局なんかあっち譲らなかったから、うん、こっちも譲る気ないし、うん、でも人の名前じゃこっちも譲る気ないのよ、うん、絶対夏希だから、うん、であっちはなんか固くなりなんかね折れないから夏希っていうから、いやこっちが折れてない違うのだって、だって間違ってたもん間違ってんじゃん。クマさんのさ、そのラーメンとかの問題なら分かるけど、うん、もうナキさんがやっぱ字違うって言ってる時点で違うよ。だってゆずきもゆずきだもん。ゆずき親に確認したもん。ゆずきなんじゃない？で言ったらゆずきだよって言われたもん。笑いながらゆずきだよって言われてるから、ゆずきは絶対ゆずきなの。じゃあ今度ナッキーさんの家族に聞こう。今度聞こうじゃん。うん、で、あの、クマの問題にもあったの。はーちゃんか、はーちゃんか。そう。弟が言われるのが、言われるのが、はーちゃんなのか、はーちゃんなのか。言われかもめっちゃ。誰ってなっちゃって、そう、はるかね、そう、はるか、あの人一応はるかっていう名前でやってるんですけど、でもはるかさんって呼んでるからね、はい、弟そうが弟が、うん、ちゃんってはるかのことをはーちゃんかはーちゃんかっていう問題があって、でゆずきはクマってなんか上がり癖があるから、そうそうそう、ラーメンもラーメンって言ったり、そう、間違ってるのにそれを突きそうと、なんか突き通そうとしてくるの、気づいてないから、そう、間違いに、で、はーちゃんもはーちゃんって言ってるのを聞いてたから、え、待って、これどっちだろうと思って、はーちゃんなのかはーちゃんなのかって言って、はーちゃんらしい、間違えた、はーちゃんらしい、どっちはーちゃん、はーちゃん、はーちゃん、どっちで言ってたの、どっちで言ってたんだろう、今はーちゃんじゃないと思って、多分はーちゃんって言ってる気がするんだよね。いや、はーちゃんだった気がする。で、それで今日のゆずまやまでになんか弟に聞いといてって言って、
で、はあちゃん、弟どっち呼びだったって言ったら、はあちゃんって言ったから、あ、はいはい、そっちね、違うけどって言って。いや、違うと、はあちゃん、あ、はい、そっち違うなって言って、認めんかいって言われたから、でも認めないよって言ったら、絶対はあちゃんって言ってたから。ね。だってラーメンもラーメンって言うんだよ。もう意味わかんないじゃん。なんか教えてもラーメンですもんね。そう。ラーメン。おかしいんだって。クマッキー発音間違ってる、ずっと。私、外国さんとか。外国の方。国産じゃなかった。国産じゃない。あの鳥国産じゃないわ、じゃあ。なるほどね。外国の方かもしれない。そうなんだよね。こう全然、ね、難しいよねって。しおりも違う話だよね。しおりって時としおりと。ゆずきの友達のしおりはしおりなの。でもこっちのしおりは青木しおりじゃん。そうだからさ、人によってさ発音違うからさ。だからもうそれはみんな違うんだって。違うの？そう、みんな違うの。違うの？10人と色。ここでここで出ちゃう。10人と色。ここで出ちゃうの。え、そうなんだよね。しおり、あ、そうなんだ。いや、そうだよ、まあ、答えを聞いたところで、そう、ゆずさんは認めないの。認めないのかって。認めないっていうか、お花は、お花、あ、これカホでしょ。お花、カホの花っていう、これこの花、あ、この花、そう、この花、花をお花っていう。え、そう、カホ変なんだよ。お花だよ。これはお花だよ。お花はこれはお花じゃない。お花っていうさ、キャラクターいたよ。え、お花、お花はなんか沖縄の言葉。あ、言葉か。家族っていうの。スティッチとか出てこんかった。スティッチアロハじゃないそれ。違う。スティッチでなんか出てきてたよ。だからか、お花は家族。急にものまねやめて。急に来た。やめて。おもろい。まず、おをつけたことないって。治んないんですよ、お花。お花、お花、え、お花だよね。お花こっちの、こっちもこっちも一緒です。これは花。あれこっちにもつけない。ここはお花。これはお花やらなきゃね。こっちがお花です。お花だよね。ごめんね、お花、お口。じゃあこれはお花。これはお花。お花、お花は友達。ポッポポッポポッポ。え、すごい、友達めっちゃスティッチ汚いって言われる。やばやめてない。スティッチってスティッチを怪我さないで。ストップ別に汚くなくないですか。太ってそう。太って、肺活量多めのなんかずぶとけ。めっちゃいい。多分歌うまい。めっちゃ汚いって言われるの、すごい。スティッチ友達に、ストップ、ストップいるわ、お前のスティッチいたわ。ニトルって言われた。うまいって、ニトルうまい。面白い。ストップ。何も別に詰まってんだよ。ストップ。詰まってるの。汚れスティッチ。汚れスティッチ。汚れスティッチ。こんな真剣にやってんのに。おもろすぎ。ストップ。豊橋出身の友達の発音もおかしいって。じゃあ豊橋がおかしいんちゃう。鼻、髪の毛。あ、髪の毛。髪の毛って言っちゃうかもしれないの。髪の毛。あ、なんか言われた。決まり。はい。ルールの決まり。ルール決まりって言うんだって。決まり事。決まり。決まり。なんか。もうわかんない。なんか言ってもわかんないから。わかんないから。ルール。なんかそう、決まりって言っちゃう。言う人いないかな。決まり。決まりは決まりって言っちゃう。決まり。なんかそういう決まりってあるんですかみたいな。あ、言ってる。あ、言ってるわ。決まり言ってる、なんか決まり、うん、決まりみたいな。めっちゃルールにうるせえ。ルールはね、守らないといけないから、ね、そうですね。そうだよ、ルール守るから。英気は決まりごと。え、そういう決まりあるんですか言って。決まりって言わないかな、そんな。まずえ、まず、まあ、ルール的な、なんか決まり、え、どういうルールしてるんですかみたいなね。してるんですか。え、してるんですかってちゃんと言いますよ。してるんですか。ルールはルール。あ、わかんない。え、わかんない。あ、もう方言か。何ですか。なんか、ゆずきさ、よく言うよね。なんだっけ。この間、クマと会った時に、ケーキ食べた時にさ、LINE してて、うん、クマからの LINE にゆずきが言ったかと思ったみたいなやつ。なんだっけ、あれ。違う、あれは別に方言とかじゃない。あ、言い方違う。なんだっけ、あれ。あ、早子やか。あ、そう、早子や。
あ、そうだ、早く来ようか。ゆずさんはいいけど、くまさんは言うイメージなくない？言うイメージないよねって話。そう、言ってるイメージある。私誰と会話してたの？早く来ようみたいな、なんかそれがあったよね。それでもゆずさんはよくないさ、言ってるイメージがあるんです。いい、言われることが多いから、うん、よく言う、早く来てみたいな、早く来いみたいな、うん、早く来ようみたいな、そう言うけど。くまさんはなんて言うの？早く来て、うん、早くおいでとかね。そう、そんな感じだったよね。水のせせらぎ。どこのせせらぎ？どこのせせらぎ？どこのせせらぎ？上からのせせらぎ？いや、そこ多分そばだと思う。でもマジでくまさん、ゆずさんだと思った。上かな？多分そこの、あるじゃん。あ、そこ？そこか。小屋はゴリゴリ名古屋弁。あ、そうなんだ。そうか、名古屋弁か。名古屋弁なんだ。方言がわかんないんだよね。ちょいちょい出てると思うんだけど、それが分からん。出てる、みんな出てるくらいで。出てる出てる、うん、でも馴染みすぎて分かんない、方言って。分かんないよね。でもすがらも出ちゃう。え、出てる。何？名古屋弁が映っちゃう。え、名古屋弁、でもともと出ないですね、宮城のが。言ってた、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。宮城でもないでしょ、方言。いや、あると思うけど、多分今の世代使わないと思いますよ。ああ、世代か。世代的に。世代もまず家族使わないし。確かに。だからじゃない？おばあちゃんとか言わないね。めっちゃ田舎の方のおばあちゃんは言うけど。でもたまに友達と喋ってて、あ、イントネーション違うな。あ、なまってるって気づくことあります。イントネーションね。でも地元とか帰るとちょっとなまっちゃう。あ、そう。なるほどね。帰ってきた後とか。帰ってきた後？こっちに。あー、なるほどね。あ、ちょっとなまってたな、みたいな。分からんな。三河弁？三河です。ジャンダラリン？ジャンダラリンめっちゃ使う。ジャンダラリン？ジャンダラちゃんみたいな。ジャンダラリン。ジャンダラリン。どれにですか？ジャンダラリンって。なんか語尾、語尾に。やっとるじゃんとか。あ、そっち。やってみりとか。あ、そういうことで、ジャンダラリン？ジャンダラリン。なるだらーとか、私普通に、え、ジャンララリンって何々ジャンララリンかと思ってたよ。何々ジャンララリン。え、でもジャンララリンも言うけどないけど、なんか、え、家行ったらなんとかじゃん、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 なんとかララも使います。なんとかじゃらじゃ、じゃらを使う。じゃら、あ、使う。じゃらんだ。え、じゃ何このラは。だらとか、うん、じゃん、だらりん言ったらとか、うん、言うだら、言うだら、だら、おばあちゃんが言ってる。くだら、くだら、ね、寝るだら。ちょっと使うのやめなそれ。はい、すいません。家で、ほぼ家です、ね。で、家だよね。今日なんかおじいちゃんおばあちゃんとか行くとやっぱ出てきちゃう、そこ。家でなんていうの、なんとかリン。家で、でもリンめっちゃ使う。じゃあお風呂とか、お風呂入りんとか。入りん。お風呂入りんはめっちゃ言うか。え、大丈夫そう？ジャンダラリー、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 ジャンダラリー。もうこの話やめよう。ちょっと今、え、来たよ、みんな来たよ。ごめん、ちょっと見るわ。これマネージャーさんでプライベートで買って、え、それ大丈夫？置いてるらしい。あ、女性の大丈夫だったよ。女性の連絡したら持ってきてくれます。あ、そうだったの。優しい、優しい、優しい。水着フラグが立ちましたって。イエーイ。久しぶりじゃない？メンバーのグラブやってリボピモだけ、なんか久しぶりに気がする。ここじゃない絶対。絶対ここだよね。この付箋。下のこどこ？うわー、いいじゃん。デリーン。同期同期。食べれたの？あ、食べれましたよ。食べれた。どういうこと？え、カホって好き嫌いマジで激しいじゃないですか。確かにね。思うわ。え、可愛い。可愛いじゃん。可愛い。え、この二人よくやってる？前もやったことある？いや、二人は初めてじゃない。イズミン誰とやってたの？なんかでやってたよね。ミニパポと、あ、レオナさんともやパッションフリルで。あ、やってたね。やってた。昨日アンケート出しました、だって。あ、びっくりした。すごい、今アンケート出せって言われたのかって。違う、違う。また今日出してるの。違う、違う。めっちゃいいじゃん。かわいい。めっちゃいい。お正月じゃん。え、これいつ撮ったの？お正月いつだろう、12月。あ、年内だったの。去年。あ、そう、髪色変わったね。本当ですか？なんか紫に見える、ね、え、黒ですよ。え、光かな、多分。
楽しそう、かわいい。これはお互いに書いたの？はい。やったことあったの？わかんないです。なんかノリで。おお。あ、これいい、シャツ、かわいい。え、待って、これめっちゃ見たことある。どこなんだろう、ここ。え、場所全然知らなかった。へえー、いいね。そうなんだ。ほくろ、ほくろの数々、夏の大三角形。え、ここいいね、このほくろ。あ、ここいいね、このほくろいいね。そこ、確かに。え、ここってエロくない？いいね。だってここで、ここエロいな。ここエロいですよね。じゃちょっと帰ったら濃くしとく。この基礎沈着させといて。マイエティーに取られて。水着じゃない、あの公園の時とか着替える時。そうだね、見よう。顔うん、見ようぜ、見ようぜ。でもあんまいやらしくないね。ね、健康的。それがいいよね。え、コンディションいいね。なんか大人っぽいね。本当ですか。お姉さん出てる、うん、お姉さん、いい、お姉さん出てる。かわいい、ね、こういうシンプルな動画がいい、うん、しかもこういう水着が好きなんだよな、うん、なんかこの布って感じ、うん。何？なくつがら問題発言でもしてたよ。何？何？あー、ちょっと可愛い。最後の締め、こういうところがいいですよ。うん、いいね、この二人。いいね。もっともっとやりなよって感じ。いいね、可愛い。かちゃいい。いいね。ベトもめっちゃいい。なんか対照的。いい感じ。うん。いいよ。菅原マジさん来た、言われてるよ。味方がめっちゃお腹良くない？え、ね、ここ、ここ、これ、これ良くない？え、ここもあるよ、ここに。ここいいね、うん、このライン、このセンス好きなんだけど。え、すごい、イズリーのここ好きだ、めっちゃ。ここ？うん、埋もれられる？うーん、ここで、ここで寝たいかもね。いいね、泳げる、ここ。え、ここいいね。来たね、これ取れよ。どうじゃない？いいね、ここ、ここしてきた。やっぱここ、でもでもこのちょっと、パンパンみたいな、これ、これ辺、これ辺、これ辺も欲しいね、一個。あ、でもすごい、それはちょっとあんまり見えない。すげえ短いね。ここもでもすごい、最近めっちゃ誰かと話したら、カホの足っていいよねって。え、それしおり大好きよね。うん、しおりさ、カホの足めっちゃ好きだし。カホの足いいよねって最近話してたんですよね。みんな、ちゃんと思ってる、みんな見てくださいね。あのボムさん、ボムさん2月号で今発売中ですもんね。はい、発売中。もうすぐ変わっちゃうかもしれない。 あ、今のうち、今のうち、今のうち。嘘、これいつ発売されたの？みんな今のうち1月9日。あ、怖い、誰だから2月頭ぐらい。1月9日の9日。皆さん2月8日までに買っておきます。この人誰？かわいい、かわいいですよね。橋、うん、橋どこの人？モカ、モカさん。どこの人？なんかあれらしいです。配達、え、無理、これ。ああ。可愛い。ああ。このカット最高にいいわ。ね。あ、ごめんね、カホのカットじゃなくて。でも可愛いと思って、私もアンケート書きました。ここ、ここやばい。うわー、漏れちゃってる。可愛いね。何のカッコン使ってんだろう、教えてほしい。使ってないかな。いや、使ってる。そう。最悪こうやって。使ってやった。めっちゃいいじゃんと思って。使ってる。いいな。いいな。肌が白いだけで勝ちじゃん。こう支えてる感じがいいですよね。それちょっと一回黙るわ、すがら。一回黙りな。え、こういう水着着たことある？何ですか？あ、こいつ？ないです。どうする、こういうの。え、でも、なんかこういう水着なんか抵抗はある。あ、逆に、ね、あ、そうなんだ。まあ、それは皆さん想像お任せしますけど。え、ナオタンにそっくり。あ、そっかわね、スパガの、うん、スパガの見てた。うわ、制服かわいい。これ青春高校3年生4人って。いいな、制服。あ、かわいい。あー、かわいい。なんか雑誌見た。ビス？なんだっけ、ビスいる。あ、見た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 。あれ、かわいい。え、こっち？いや、待って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 。え、どういうこと？え、どういうこと？え、こっち。あ、そっち？あ、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 え、とか言っちゃった。え、ってつい出ちゃった。今びっくりしちゃった。え、びっくりしちゃった。え、ってなった今。あ、ゆずさんがびっくりしたの。びっくりしちゃった。え、聞いたことある。あ、そうだそうだそうだ。え、すごい。見たことある。この子。あ、書かなきゃ。書かなきゃ。書かなきゃ、明日まで。あ、明日まで。何これ。何これ。あ、プレゼント？うん。支払わないといけないのかと思った。あ、そういうことじゃない？え、どういうこと？わかんない。わかんないから見とこう。うん。あ、
これなんか家で見たぞ。今あれかな、やってるやつじゃん、うん、なんかネギだなって思いました。ネギだな。あ、田村真由、うん、この間一緒だった。あ、そうそうそう、めっちゃ声聞こえてきてた。嘘。あ、まあ、そりゃそうだよ、うん、そりゃそうだよ、近かったもんね。どこだ、なざかほたんも、かほたん見てね、イエー、見てよね、ボムさんゲットする、ボーン、ね、よかった。だって読者を増やそう、増やしそうな魅力を伝える配信だって。うだってどこのページのこと言ってるか分かんないもんね。そうだよ、見ないと分からないから。これそうだよ、見なきゃ損だよ、ね、どこが良かったんだろうねって気になっちゃう、うん、見るしかないじゃん、まあ、みんな絶対本屋さん行って、うん、お高いんでしょ、だってそれがねそれがねどこかあ、998、1000あれば買える。1000やったらもう買っちゃうね。2円お釣りくる。ちょっと待って、税が別に加算する。かける 1.1 で。まあ、1.1で。1100円持ってけばね、絶対に。1100円持ってきましょう。1100円持ってけばいけます。いけます。何やねんぐらいで読みますよって。あ、すごい気になるね。見なきゃ。あの、細い体な。最近発売されたんです。あ、じゃあもう。じゃあ売ったらあんのかな。じゃあ皆さんぜひって感じだね。うん。なんかすごい、そんな。なんか やりたいっていう感じの子だったなと思った、ね、びっくりした、ね、意外だった。でもなんかめっちゃいい体の感じだったよ、あのオフショット見る限りは、うん、ブブカさんね、よろしく、ブブカさんよろしく。ミラクルパルテラ、私の。あー、はいはいはい、はい、さすがにビッグバンガールズさんにいるんでお願いします。あ、そうなの。うん、おー、うわー、水着ですか。いや、全然違う。いや、全然違う。何ですか、何ですか。あ、普通にあの衣装着て、あのみんなで、あのひなのと、あ、なるほどね、はいはいはい、ミレイタンと、あ、はいはいはい、ユータタンと、あ、いいですよ、若い若い、あ、若い、若い、若干20歳、若干20歳超え、若干20歳超え、若干20歳超えもいるけど、まあ若い若い、若い、いい、フレッシュ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 。お姉さんしてきた。あ、もうその日はまずずっとお姉さん、お姉さんだった。その日だけ。おうおう、まあそうだよね。投げんな、ゴミ投げんな、作ったゴミを。自然に返してこれ。自然に返して。あ、任せてくれ。自然に返してきて、本当に。ちょっと窓開けなきゃ。本当にやめて。BLT は、あ、BLT が英語ピなのね。あ、なるほど、ね。みんな見ましょう。なんかみんな分かりやすくオフショットのいいね数多いよ、多かったかな、こういうの。みんな普段からいいね押して。それな。急に切れる。フォロワー何万人に対してのいいね数ね、うん。いつも気になる。もしかして買ってる？買ってる？あれ？うちらもしかして？買ってた？やばいやばい。買ってゴミ箱なかったよ。ゴミ箱？え、どっかいるはずだよ。ない？そう、ゴミ箱探しのために見てる。この番号もいらないと思うんだよね、もう。うん。つか取れてるしね。あ、見て、菅原のグラフィーあったよ。どこどこどこ。持ってこい持ってこい、それこっちで持ってこい。見せな見せな。懐かしい。これハーちゃんじゃね、ハーちゃん。あ、ハーちゃん、これハーちゃんじゃん。ほんとだ、みんな大好き、ハーちゃん。ハーちゃん。ハーちゃん。何年前ですか。これ何年前。あ、かわいい。お、まだ。あれ、お、いたな。結構大容量。あれ、かわいい。あ、かわいい。これだけ見せとこ。かわいい。かわいい。あれ、すばら。こんなの。あれ、すばらもしかってかわいい。これ、髪の毛切るギリギリだった気がする。え、すがわら。やめて、すがわら。すがわら、じゃあ急に帰ってくんだ。え、すがわら。すがわらだから。え、すがわら、もしかしてかわいい。だってネイルしてるもん、すがわら。え、すがわら。すがわらだから。急に帰らないで。え、絶対すがわらだから。え、ゆずき、ゆずきさん。並木さんみたいな感じでやめてほしい。ゆずきさん、並木さんみたいなのやめてほしい。やめて。違うから。見せて。見たい。見させてよ。そのネイル懐かしいんだけど。だからめっちゃ触ってたよ。そのネイル懐かしい。おー、あー、その懐かしい。いいね。おお。汗汗って感じ。汗。うわ、懐かしいね。こんなのあったね。汗と涙は裏切らない。お、同じカットしよう。やばいやばい。危ない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 、あと5分。え、裸じゃん。なわけないやん。ちょっとあるじゃん、ほら。え、見えない。これあるじゃん。
や、パッと見裸だよこれ。すごい見てるじゃないですか。うん、見えた見えた。あ、探そう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 。カナめっちゃ大好き。特にカマちゃん安定の半目だよ。いや、笑ってる笑ってる。カマちゃん安定の半目じゃないか。これいつですか。どこにいるの自分が。あ、でもこれ、あ、ね、ハタゴンだよねこれ。あ、これハタゴンねえ。多分、菅原はこれな気がする。探そうよ。え、いない。え、いない。あ、ここだ、ここここここ。あれあれここじゃない。これ僕は知ってるでしょ絶対、うん、でもえ、でもいつもここだったんだけど、ここだったから。2あれ、あやめるがここにいる。私多分こっちなんですよ。あ、じゃあいないわ、うん、これアミちゃんでしょ、子供じゃん。え、すがらこれな気がする。あ、でもこれアイリちゃんか。でもこれじゃない、これ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 。え、でもなんか手がアイリちゃん。アイリくん。じゃあ菅原だ。うん。あ、でもこの時はまだ、ね、いや、でもまだこの時は5人いるから、5人いるから菅原、これ彩香な気がする。え、多分菅原ここら辺じゃない。ちょっとわかんない。あ、でもこれは白いからこれじゃない菅原。え、違うかも、これ宮丸かも。いけ。え、ゆずさんいた。あ、ここから探そう。ここから探そう。こっから探そう。あ、ゆずさんがいる。あ、今いる。あ、ゆずさんおるよ。どこ？ほら。あ、髪の毛短いんだこの時。本当だ。いや、ここむずくない？ここエリアえ？ここむずいよ見せるの。カホは？でもこれがエリちゃんか。え？やばい、全然。わかんない。反射してない。マヤ。ん？あれマヤめっちゃいいところにいるけど大丈夫そう。あ、これゆずき。カホ、カホはまだいないんだけど。え、いた？うん。怪我したもしかして。あれ？え、こあれあれ、いや、この時も選抜だよね。10周年って何してましたっけ。あれ、10周年は何してたっけ。カホや。あ、いた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 。うおー、バトル。あ、マッキーさん、マッキーさん。あー、やったね。ああ、これ一緒にしたわ、この映像見たわ。うん、行かなかんわ、そろそろって感じ。そうなん、じゃあ終わりな。いやいや、簡単に終わるな。簡単に終わるわ、これ。うん、待つ。おお、あの、あの写真使われてる。ゆずきなんだろう。花さない。前髪めっちゃ短くない？この時やめて。このさ、じゃこの帽子かぶるとさ、潰れるからさ、前短くしたんだよ。あれめっちゃ怖い美少女。あ、かわいいじゃん。美少女。杉山さんおもろくないこれ。おお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 しりんさんとゆきさんじゃなき、そう、ナッキーさんと。ゆきさんはあれはなんでリプライしてたんですか。あ、頑張ろう。え、じゃあなんかしおりがさ、ラジオさ、頑張りますってからさ、なんか頑張るかと思って、何頑張ると思って、まあでも頑張ろうなって。東海ラジオさん聞いてください。ラジコからも聞きますの のでよろしくお願いします。かほちゃん大丈夫。あ、かほは家帰ったら配信します。あ、叩いちゃった。あ、見てあげてください。みんなゲットしてください。皆さんこれすごいモグラビアあるんでゲットしてください。ということで皆さんありがとうございます。あ、今日写真撮ってないけどちょっとごめんなさい、バタバタなんで。どれかスクショしておいてくださいね。してるからね。で、カオと代わりにやっていこう。うん、はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。